はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトをやっていきましょう。リアルタイム対戦ですね。前回次からやっていきましょう。フェーズ3に入って10戦して7勝3敗となっております。もうすぐね、100勝が見えてきますね。はい、対戦よろしくお願いします。配置運はどうだ。まあまあ、あ、ジェノサイドってなんだっけ。しかも麻痺やられるな。1234、あ、麻痺届かないか。おお。うちのしびれに麻痺させるとはなかなかだね。こっちのバタフライも麻痺取る。ガビン、どうする。出てくるか出てこないのか、どっちなんだい。出てこない。あと勇者にもいりますが、あれだね、バタフライとあれをやっちゃいたいね。これ出てくるか出てこないかによるよ。じゃあ、どうしようかな。牽制するか。牽制して。おい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 。穏やかじゃないよ、これは。ちょっと待って待って。こんなんね、こんなんねのか。こんなんねのか。鮮やかじゃないよこれは。で次麻痺って感じだな。ゴッドプレスはこっちから行こうか。いや、ジェノサイドって何すんだっけあれ。ちょっと待って、ちょっと考えてなかったな。勇者どこまで上がれる。これで焼けつくだろうね。まあ勇者さえ落としてしまえば、落としてしまえば、まあまあ、キサラ落とされてもいいっちゃいいんだけど、まあこうなると生き残ってほしいな。ジェノサイドなんだっけ。熱っ。じゃあこれはピサロからいきます。ガビンが入らないね。あー、そこまで来るか。あー、ちょっと待って、これもこれか。マジか。え、これ入るの。入る。これ落とせない。2段あるからいけるでしょ。 OKOKOK。 で、焼けつく焼けつく。こっちからやってやるか。よし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 。やらしいね。で、ここでイオをぶっ込む。必殺、必殺どうですか。必殺落ちない。落ちないんだね。うわ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 。ちょっと待って待って待って、すごすぎるわ。あ、すごすぎる。あ、すごすぎるわ。バラモスゾンビすごすぎるわ。神竜で行ってもらうしかない。神竜、その移動力何、その移動力何。オーロラッチ、オーロラッチ。
で、しびれ取れるよな。大丈夫だよね先生。取れるよね。よし、いよいよ見直したわ、バラモスゾンビ。 OK、 チューチュー吸ってやるか。バタフライアストロン戦法いいね。なかなか本当はピサロにブーって行って麻痺取ってアストロンなのかな。ちょっとその技盗もう、どっかで使おう。はい、対戦よろしくお願いします。あ、またしびれるところにいる。あー、ダイヤスライムか。くー、あー、おお、出てこないパターンのやつだねこれね。これは諦めるしましょうか。ちょっと顔出してみる、まだその時ではない。うちのゼシカさんが移動3になったら考えましょう。このオリハルコンにいる身代わり使う人でそんなヘマする人いないでしょ。がっちり固められたら絶対落とせないね。ゾーマとかあのミリオとかね。はい、対戦よろしくお願いします。賢者女いる、ちょっと行ってみたいね。これはケンちゃん女って何、出てこない、誰か出てくるのこれ。配置的にはよろしくない。1、2、3、え、届かないもんだって向こうね。ピサロに一歩寄ったねこれ。わかるよ。あ、これどうしようか。ちょっと見守りたいねこれね。ちょっと見守りたいのはある。はい、置いとこうか。で、これ一歩下がろうか。まあこんな感じでしょうね。賢者女って何すんの。プラチナキャノン、ジゴソン、バギ系だ。何、高速栄翔って何、高速栄翔って何高速栄翔、呪文の素早さを上げ、呪文威力、回復力 1.5 倍。で何通るの。メラギラ、医療電話ダメなんだ。あー、ちょっと相性良くないかもしれない。あー、取られる、よく取られる。どうすか、これ燃える場所に行っちゃったな。どうしようかな。ここでよし、焦って出ちゃいかん。で、うちのピサロ行ってやろう。あ、でも回復があんのか。あー、高速でしょこれって。あー、すみません。あー、上がってるわ。ちょっと待って、これ
次は3ターン目で、置いておく。行く。行こう、これは。で、分散して、ゴッドプレス。かろうじてだね。まあ、行っときましょう。はい、どうなる？面白いとこ来たよ、これ。ここ、山場よ。耐えきれれば、何かしらできる。あー、入るわ。めっちゃ入るわ。そこ入るわ。うっそ。こっちは結構見かわしされるけども。これ、どんだけ回復するんだろう。790。で、マデスさん来て、うちの勇者か。うわ、遅いな。これね、勇者狙いたいな。6も入っちゃう。これ、中中戦法だな。これはエターナル。こっちも行くか。行ってやるか、これ。いやいやいや、いやいや、これだな。いや、うちもピサロに入れてやりたかったな、これ。死に耐えるでしょ。耐えてもらって、これはどっち狙う？どっち狙う？こっち狙うか。えい、あれの回復はできないでしょ、さすがに。で、オーロラブレス落ちる。チューチューでもよかったな。失敗した。あー、猛毒耐えてくれ。もうちょっと耐えてくれ、頼む。で、エターナルどうする。ここでいいか。あっち行け、あっち、あっち、あっち。マデスさんの方行ってほしかった。これは神竜から行かれるよね。で、次の、あれが届かない場所。後ろ下がるか。ああ、そうだね。そうだよね。お、なんとか耐えてるよ。やる、うちの。うちの。今度ラリホ。しゃあ。今日2回目の、寝顔で、これはゴッドブレスチューチュース私の糧としてやろう。猛毒でのダメージとの、あ、これまずくない、これいいのかな、こんなことして。あ、大丈夫、これでいって、ファイアブレスでいけますね。大丈夫だよ、もう一回いけるよね。やめてな、真珠削んないでな。で、ファイアブレス。OK。ゴッドブレス。OK！戦術のかっこよさは向こうのが全然かっこよかったけど、泥臭い勝ち方をしてしまった。まあこういうのもありでしょう。はい、対戦よろしくお願いします。ドレアムか。あー、テリー、ちょっとテリーはやだな。いやいやいや、ガンガン行こうぜ。いらないよ、もう殺しに来るやつじゃん。はーい、これはそこか。ガービン、
あー、もう普通が出てる。これでも当たんないでしょ。これ当たんないよね。で、もうどっちが立ってられるか勝負だね、これね。え、ちょっと待って、どうするこれ。あー、ダメだ。勇者突っ込めない、これ。いや、勇者に行きたい。これは、混乱。二人取れ。二人取れ。そっちだけね。そっちだけならまだなんとかなるかもしれない。で、これは、こっち。怖い。出る。落としきれない。次、勇者上がれないか？キサロより。これちょっと見る時間ある？ 539ないな。ない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 。ないから、こっち。あぶねえ。まあ、こっち上がっとこうか。ここでどんだけ耐えれるかだね。おお、おい、石投げんじゃないよ、小僧。石でやられた。いけいけ、勇者に行け、勇者に行け、勇者に行け。なんかある、これ。これでいいか、これでいいか。これでいいか。これ、いけるっしょ、勇者まで。いけるっしょ。頼むって。次必殺どれもちょっとそれもダメなんだよな。どうしようかな。あと何ターン、何ターンある。混乱、混乱、混乱、どこ、混乱どこ。2ターンある、2ターンある。待機。うわ、回復、何その回復。殺、全然ダメ。全然ダメ。はい、これ行く。で、状態異常付けにする。ファイアブレス。ファイアブレス？ファイアブレス行く？いや、こっちだな。くっす。前に出る。よし！よし！残っているんですよ、しびれくらげ先生が。いや、どうしても必殺を落としたいんだけど、ダメっすか。よーし、制したよ。ガンガン行こうぜ、コンビニ。勝ちましたよ。テディ石投げてきたな。しかもよく当たったな。キサラなんか見かわしあんだよ。はい、対戦よろしくお願いします。あー、ガラサダイか。な、グレーなのにしてはなんか見た目は違うなと思ったんだ。ガラサダイか。ガラサダイか。ガラサダイって なんだ。ちょっと見せて、見せて。眠り麻痺で、こんなね、出てこない。ここは？これ出てきてガビン。これはなんだ、あれ狙ってるのか。休み剣戦で、あ、もしくは神竜に対してっていうイメージはあります。うちも勇者に行きたいんで、まあこんな感じでいいかな。じゃあ、これどうしようか。
ちょっと待って、牽制の範囲やだな。人さん届いてないね。じゃあこれ置いとこう。で、混乱が虚弱ではなかったか。混乱虚弱ではないんだね。よしよし。じゃあこんな感じで。こっちは左にずれていこうかな。逆に。状態上持ってる分。で、ちょっと待って、何聞くんだ。ギラ、ヒャド。だ、オーロラブレスかな。うん。いいよ。これはいい。いい形来た。エターナル入らない。剣戦、剣戦いきます。うん、これじわじわいく。でこれは出て入らない、入らない、入らない、入らない。一応ここいっとく。幻。で魔剣、魔剣も出ようか。届かないな。そこでよかった。ちょっとそこじゃなくね。一番ひどいとこ打つならもっと横でしょ。何してんのこれ場所。鬼コン連打、鬼コン連打来るよこれ。やめて、神竜さんだけは、神竜さんだけは、焼けつく。で勇者上がってこい。次勇者上がってこい。素早さ、ガナサテで上がってこい。で、鬼コン、あーダメだ、上がれないわ。これギラはどうなんだ。うち神竜半減耐えてる。危ねえ危ねえ。じゃあどうする。これ参ったな。どうしようか。行く。会心入れ。したら見返すんだよ。出たー出たー出たー。違うでしょもう。ゴッドブレス吸ってやりたかったけどな。うわ出たー。で焼けつく。あ向こうだったかな。ちょっと見てないわ。ドキュメンそれしかないからな、やれること。焼けつく。あー、見たかった。あー、なんで三河市出るかな。勇者上がってきた。上がってきた。まず、ガンサデで、あれでしょ?だから。あ、撃っちゃうし、そこで会心はずる。あ、やべえ。やべえ。そしたら誰狙う?こっちの勇者の方狙いたいよね。いやーこれ、まあまあまあいいでしょう。ちょ待てよこれ次。あーちょ待て。いや麻痺と絡めていかなきゃ勝てない。これは必殺ってもう一回来るんだっけ。チャンス来ないか。あーいや呪いずるくない。こっちだって30パーでしょ。やるね。しびれ動けよ。動いた今。さずるくないか。このさ向こう有利のさ見かわしもされ呪いで止まり。おい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 穏やかじゃないぞこれは。
もう勘弁してよ。2回打ち込めたじゃん。もう近づいとくよね。来た。おいおいおい、ちょっと待てよ、ちょっと待ってよ、その変な動きやめてよ。来た。2回入れ、これ2回入れよ。やばいって、次動けるよ。呪いやめてね。ほとばしる打つから。呪い解けた。ほとばしる、いけ。出たー。恐ろしすぎるわこのシステム。でも次勇者からいけるから、じゃない、違う、勇者からでしょ。しゃ、アストロンじゃないよ。あぶねえ。いやこれ、え、まだ腹痛出てなかったの。行くぞ。あ、腹痛出てないの。ほとばしる2回目。いや逃げても無理よ。ほとばしる、いけ。さあやろうか、スライムの頂上はどっちか見せてやろう。 C ランク対 D ランク、やろうじゃないか。いいぞ。よし、君とは友達になれそうだね。あっよし、よし、よし、かわいい、かわいいね。これさ、どんなシステム？なんで負けなの？これ勝ち負けはどうなってるんですか？この判定は。10ターン目で、お互い一体なんですが。これ負けたのもちょっと納得いかない。じゃんけんでもした？それ。いや、その前にさ、呪いのさ、あれと三河市のあれがやばくなかったですか？うちに不利に働きすぎでは。はい、対戦よろしくお願いします。いや、来たろ、落ちるやつ、これね、落ちるやつ。2人、そこビリビリボディさ、よくない？出ても破壊のあれは高確率？破壊、あ、見えなかったか。まあもう役立たずだね、そこはね。でこれは左側からで、ピサロは混乱取っていこうっていう戦法だね。耐えろ。あ、じゃあこれは、前出て、それって感じ。怖いな、やつは怖いよ本当に。あ、違う、こうか、こう出てでギュメッチを取ればいいね。これ指導落とせないか、なんかそんな気してきたな。大丈夫かな。でピサラもう落とせないんじゃない、これね、落とせないっすね。ピサラ落ちる、これ。あー、一番ダメなパターン引いちゃった。あー、一番ダメなやつやっちゃったね、これ。すんげー回復力、何
そんないい個体がいた。まっすぐ来て、ジゴスパーク、かっこいいやつで、置いといて、で、負けんた。お、ありがたい、武士の情け。ちょっと待って、これは剣戦、止めるよ、頼むよ。結構止まってないからね。よし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 、いいぞ。で、混乱、混乱、はい。で、あっち行きたい。これは、チューチュー吸いながら、チューチュー吸いながら行きたいな。チューチュー吸いながら、やめて、ピサロ叩かないで。あぶ危ない、ピサロやめてな。ピサロ、どうする、どうする、どうする、置いとくか。大丈夫で、ゴッドブレス、ちょっと離れておこうかな、みんなしてちょっと怖いから。さあどうでしょう、ここで危ない、で必殺と、はい、行きましょう。ご賞はください、ギガクロスブレイクプラス10。ドドン、よくあそこから盛り返した、うちのパーティー、ナイス。最初混乱遺伝の愚名じゃない方が良かったのかな。でも落とせると思ったんで、そこは賭けでしたけどね。はい、というわけで本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。